鳥居淡島神社は、和歌山県海南市下津町方に鎮座する神社。下津港の入り江に臨む鴨川の支流、宮川左岸の丘陵東中腹に東をもってして鎮座する。境内に、旧別島寺院である淡島山流泉寺があり、明治の神仏分離を免れた神仏集合時代の名残を留めている。旧尊者、少なびこなしを祀るが、 和歌山市下田に鎮座する淡島神社と同神であると伝える。五国法上、回路安全、縁結びの信仰を集め、また、古来医療金縁の神として、医薬業者に信仰されるほか、淡島神社同様に婦人病の治癒に、霊源ありと関東、東北地方から四国、九州に至る広い神社を有している。また、当神社が淡島神社と、祭神、信仰を同じくすることに加え、 下術するより神信仰も共通し、鎮座地もかだ、方と共に、方と読むなど、両者の関連性は顕著であり、そこから、族風土記は、淡島神社を誕生したものであろうと交渉しているが、元は、当地の開府が信仰した渡積三神を祀るもので、あろうとの説もある。なお、近世には、本事物として、国造菩薩が祀られていた。社殿によれば、 慶光天皇2年に消費こなしんが、硯裏に漂着し、21個の村民がこれを近くの森に鎮災したのに、はじめまるという。当初の鎮座地は海中にあり、官庁時に干潟を伝って参景したと伝え、後に、神宮皇后が三冠性伐の檻に参景づき、外戦するまで出産がないようにと当神社に直視を派遣して祈願することとした際にも、直視が、 風浪のために徒党できず、遠くから砲兵せざるを得なかったという。なお、聖罰なった、神宮皇后は外戦中に、戦中で、ホンダワケ村を出産し、それを祝って自ら矢の根で消費こなしんと、大国主身の心臓を刻み、貴重後に宝災として、神代子や着ていた、綾の唐犬と共に奉納したという。文英年間に、硯裏から参拝の瓶を図って、 現在地に遷座し、当時の浜中層の両家である、任の寺から広い新地が寄進されて、社殿将軍を極め、以来全国津々浦々に信仰が拡大したというが、江戸時代の法営4年に、文護国海府軍与能津村の住人が参拝して、奉納した近平三体や、完成9年に、明治になると孫者に列し、明治末年に、周辺の御神社を行使した。戦後は、 神社本庁に参加している。宗師に関与した21個の村民の子孫が祭子を、継承、後世には、大徳王という宮沢を、境内にある淡島山流泉寺は近世には、別当寺であったと記録されているが、下津町上にある、長方寺との関係が指摘され、その起源は、中世にまで遡る、可能性があるという。なお、貴族風笛時は、当時の神主を、 宮本市であると記すが、偶児職は、現在も同志が襲っている。現在の例祭日は10月13日。4月3日にはひな祭りが採業される。本殿は片一軒の墨切りかすが作り。屋根は、銅板吹きで胸にちぎ、かつおぎを置き、後輩は、のきとを破風に作る。三社正面は、引き違い公使ととし、三方に、 木星降乱付きの縁を巡らして、後方左右に脇障子を構える。また、切妻作り妻入りの平殿と同体来りの拝殿があり、拝殿の正面一軒には高等破布の拝所を突出させる。他に時節に見る経内車数社があり、石段下にかぐら殿と流泉寺が鳥居前南の池には石像神教がかかる。本殿両側に、 左は記の恵比寿神社と浜宮神社が、右は記の八幡田神社と百体神社が並んで、当面する。社殿はすべて片一軒春日づくり同番武器。その他境内社として、稲荷神社、殿神社、八坂神社、金ラ神社、伊賀島神社、弁災天神社、恵比寿神社、浜恵比寿神社、牛神社、道祖神社がある。常日のように、多く、明治末年に、 千歩こら、合祀されたものである。海南市指定文化財。ありがとうございます。